始まりの宇宙、そこでは大いなる意志に反する者たちによって一つの宇宙が無数に分断される大亀裂という事件が発生し、分断されたブレインたちは時間の流れとともに様々な姿へと形を変えていく。大亀裂が発生した場所から誕生した世界、ブレイン・ザ・ゲート。ブレイン・ザ・ゲートの特性上、ここでは空間の制約をも超える技術が早々に発達したため、ブレイン内の交流も比較的自由に行われていた。ところが、ブレイン・ザ・ゲートで奇妙なことが起きる。各プレインをつないでいたザ・ゲートのエネルギーが突如として失われてしまったのだ。プレインを超えてきた存在の多くは消滅、あるいは本来のプレインに戻されることを余儀なくされ、魔法やワープポータルのように異世界同士をつないでいた技術は一斉に作動を止めた。人々はこの事件を扉が閉ざされた日と名付けた。そんなかすかな記憶すら忘れ去られた頃、アラド大陸で冒険者と呼ばれる者たちが、冒険者はアラド大陸の各地にある過去のワープポータルを探す旅に、扉が閉ざされた日以来忘れ去られたワープポータル、ワンダーと、冒険者たちが現れたことで失った力を取り戻し、異世界への通路が再び開かれた。シュシア、キンキンに冷えたのを一杯頼む。お久しぶりですわ。これまた強烈な火薬の匂いだこと。久々に骨の折れる依頼だったよ。仕事中もここの冷えたビールが頭から離れなくてな。あの人はどうしたの？ほら、毎日ここに出勤してる冒険者ギルドの人さ。カラカスのことですか？近頃この辺りで広まっている噂について調べているようですよ。どうもギルドを束ねる立場ということもあって忙しいみたいですね。噂？あ、そうでした。あなたにお渡しするものが。俺に依頼？誰から？私もわからないのです。先日店を開けようとしたら扉の間に挟まっていたものですから、いたずらかと思って捨てようと思ったんですけど、表にメッセージとあなたの名前が書いてあったので。意志の導くままにか。どういうことだ？こいつも初めて見る模様だしな。正体不明の依頼に怪しい匂いしかしないが。今の気配は何だ？何かが俺の中に。どうかされましたか？変なものでも入ってたりして。何でもないさ。手が乾燥していたから静電気でも起きたかな。驚かさないでくださいよ。この依頼は、シュシア、最近奇妙なことを体験したという冒険者はいなかったか？そうですね、冒険者の話す冒険談は大抵不思議で奇妙なことばかりですから、全部が全部本当の話というわけでもないでしょうし。まあそれはそうなんだが、最近話題に上がるのはやはりワンダー絡みの話でしょうか？ワンダー、あの天城に現れたっていう奇妙な建造物か。少し前から天城以外のあちこちでも目撃されているようですわ。それで一体どんな内容だったんです？そんなに眉間にシワを寄せちゃって。それが
ちょっと雲をつかむような依頼でな。おっと、酒はどれだけ口にしても依頼内容は口にしないぞ、シュシェ。すでに手付金はロジャー商会に預けているらしい。この風呂を持っていけば受け取れるだとさ。まったくおかしな依頼人だな。俺が断ったらどうすんだ。いたずらだとしても随分と手が込んでいますわね。だろう。ま、この依頼が本物なら相当険しい道のりになりそうだ。シュシア、悪いがオーダーはキャンセルだ。酒は次回のお楽しみに取っておいてくれ。まずはこの依頼が本物かどうか確認せんとな。本当に手付金があるとはな。しかもこれだけ高いと断るにも断れん。思わず手を伸ばしてしまったが、こうなったら本当に依頼を引き受けるしかないから。弱ったな。紹介の職員すら依頼主の顔を見てないとは。代理人から依頼を受けることはあっても、こんなのは初めてだぞ。しかし改めて見てもわけのわからん依頼だ。ワンダーを調査して意志を持つ者を倒してくれって言われてもな。ワンダーってのは最近現れたあの建造物のことだ。で、意志ってのは何なんだ。依頼を受ければ意志が何かはおのずと分かってくると追伸に書かれてもな。はあ、何が何だかさっぱりだ。ひとまずは依頼通りワンダーについて調べてみるか。お、あれは。ヒュー、かっこいい重火器だな。姉ちゃんも仕事を探しに来た傭兵さんか。ベルマイア公国が自由な国とは言ってもだな、そんな恐ろしい武器を持ち歩いていると兵士に見つかったら面倒なことになるぞ。傭兵。ああ、これは傭兵の先輩からの忠告だ。しっかり胸に刻んでおけよ。しかし、どこでそんなものを手に入れたんだ。オプティマスファクトリー。うん、新しい武器屋か。初めて見るな。それにこんなごつい武器が帝国でも使われてるなんて聞いたこともないが。ごついとはなんだ。これは自弁公国の皇都守備隊で。なんだこの気配は。封筒を開けた時に俺の中に入ってきたあの。なるほど、これが意志の気配なのか。久々に武器について語り合えそうな相手に会えたかと思ったが、残念だ。依頼じゃなけりゃいろいろと話ができただろうにな。おいおい、そんな恨めしそうに見ないでくれ。俺だって依頼されたターゲットとこうして出会うとは思いもしなかったんだからよ。いっぱい引っ掛けてやな。
おい、気を失ったのか。しまった、聞きたいことがあったんだが。しかしこの姉ちゃんもかなりの実力者だな。手加減している余裕もなかったぞ。負けじと俺も熱くなりすぎたか。しかし地面にコートか。天界なんぞもう死ぬまで関わることはないと思っていたが。これはこの姉ちゃんの気配が俺に入り込んだのか。俺の中にある気配と一つになっていく。これは一体。おい、そこ何の騒ぎだ。おっと、広告の兵士たちのお出ましか。惜しいが捕まれば面倒だ。ここはひとまず退散するか。どこに行った。くそ、まるで裏路地の構造を全て理解しているかのような動きだったぞ。何者なんだ。少なくともここにはもういないようだな。まだそう遠くには行ってないだろう。周辺を探すぞ。日頃見回りすらしない怠け者たちがこの複雑な路地裏で俺を探そうなんて100年早い。俺みたいな傭兵にとっちゃここは庭みたいなもんだ。ひたすら走り回ったからか無性に酒が飲みたくなってきた。とりあえず酒場に戻るとしよう。まったく、最近の冒険者はどいつもこいつも意気地なしだよ。あら、じゃあそちらが先ほど広場で騒ぎを起こしたという。ところでお前さんも天城に現れたというワンダーを調べに来たのか。ん？ワンダー？あの兄ちゃんから感じる気配。言いたくなければそれでいい。冒険者ってのは複雑な事情を抱えているもんだから。そうじゃなくて、名前が思い出せない。詳しくは言えない。とある事件にあってからか。それって記憶喪失ってやつじゃないか。ああ、そういえば知り合いの傭兵さんからも似たような話を聞きましたわ。傭兵？常連さんだったのですが、最近は全く。噂をすれば、ちょうど今あなたの話をして。やれやれ、久々の休日だったのにな。これは意志の気配。シュシア、他の客には出て行ってもらった方が良さそうだ。まったく、ここはもう喧嘩するような場所じゃないんですよ。心機一転、商売に精を出そうと心を決めた矢先に。カラカ、修理代はあなたに請求しますからね。え？なんで俺。おじさんをあんまり恨まないでくれよ、兄ちゃん。依頼じゃなけりゃ俺もやり合うつもりはなかったんだから。そういう俺にはやけに楽しんでるように見えるが。隠せないもんだな。どういうわけか兄ちゃんを見ていると血が騒いできてね。
ーションリンポーサーチャレンジャーラウンド1ダンス2ふっ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 Fierce fire! Fierce fire! Game on! Look out! Oh, こんなの入れないようになかったぞ。やはり今回も意志が俺の体の中に、敗者の意志が勝者に吸収されるということか。だとすればワンダーを調査して意志を持つ者を倒せというこの依頼は、どうやら戦意喪失ってご様子だな。ま、そんなところだ。今の戦いで依頼の謎も分かったことだしな。依頼？なんでもない。詳しく話すと長くなる。カラカス、天城にワンダーが現れたという噂は確かなのか？さあな。天城を覆っている魔力場のせいでこの目で確認することはできなかった。魔法に詳しい冒険者たちが言うには、特定の波長を持つ魔力がないと通過できないタイプの魔力場らしい。まあ、あれだけ兵士たちが警備をしているってことは信憑性もそれなりにありそうだがな。火のないところに警備は立たぬってか。しかし魔力馬か、これは困った。もう最近はおとなしくしていたと思ったら。ああ、シュシア、店は申し訳ない。そのお気になさらないで。その真剣な表情を見ればわかりますわ。結局あの怪しげな依頼を受けることにしたんですね。それで天城に行くおつもりで？お、今すぐっていうわけじゃないけどな。カラカスの話を聞く限りそれなりの準備も必要そうだ。ここの後始末はこちらでやっておきますわ。長い道のりでしょうし、早いところ出発した方がいいんじゃないかしら。ありがとな、カラカス、シュシア。この依頼が終わったらうまい酒をたらふくご馳走するよ。もう交代の時間か？戻ってゆっくり休め。この仕事に何の意味があるんだか。この魔力場さえあれば誰も入ってこられないのにな。誰だ？よかった、計算通り大した怪我はないみたいだな。おっと、魔力場はまだご健在か。これだけの衝撃なら魔力場を構成している術式にも確実に影響を与えられると思ったんだが。ん？この気配は。この魔力場を構成していたのも意志の気配だったのか。ってことは、さっきの爆破は余計だったか？すまないな。ここで少し休憩でもしておいてくれ。外で見た時から予想はしていたが、どれだけ高いんだこの城は。
ワンダーか。こいつに変な噂がつきまとうのもわかる気がしてきたな。まるでこの世の構造物とは思えん代物だ。ワンダーを発見したら調べることはと。まずは破壊できるかどうか耐久性を試せばいいんだっけか。今度こそ成功か。へえ、これだけの爆薬をつぎ込んだってのにこのざまか。銃や剣は試すまでもない。傷一つつけられやしないだろう。ワンダーってのは一体何でできているんだ。意志があればワンダーを動かせると依頼書には書いてあるものの、俺の意志が足りていないのか。誰だ。やはり下から感じた悪の気配は貴様のものだったか。悪の気配だ。おい、何か勘違いしてんじゃ。おっと、気の短い姉ちゃんだな。お前は異端審問官。ここで何を企んでいたのか正直に言いなさい。はあ、何を言ってるんだ。ここまで来て偽装者を成敗するプリストごっこか。んなわけないな。見たところ、すでに意志の持ち主を何人か倒して彼らの意志を吸い取ったみたいだが、本当に何も知らないのか。意志、何の話だ。私は貴様の悪の気配を追ってここまで来たまで。もういいよ。何も知らない奴に説明したところで余計に混乱するだけだし、依頼といえども教団のプリストと面倒は起こしたくないんだがな。この辺で何事もなかったことにして、お互い回れ右しようじゃないか。ワンダーを起動するにはどちらにせよ意志は欠かせないが、別に姉ちゃんじゃなくたっていいんだ。何を言っているかはわからないの。素直に尻尾を巻いたとて悪は悪だ。見逃すわけにはいかない。これだから原理主義者は面倒なんだ。遺書通りだ。意志の気配にワンダーが反応しているぞ。意志の導くままに。依頼書に書かれた言葉はこういう意味だったか。それで次はどうすればいいんだ。それも中に入って確かめてみろってか。キャプテン、あちらです。
ワンダーが。まったく、どうなってるんだ。何百年も眠っていたワンダーが。空飛ぶ雲、つまりここは。あの人、武器を持ってます。やはり侵入者でしょうか。おいナタリア、その剣はしまうんだ。相手は一人、まずは対話を試みよう。なるほど、これがレジスタンスの移動要塞といわれるセイントホーンか。おい君、俺はこの船のキャプテン、ルーターだ。竜族？ん？どうした？アラドに降りてきた竜族の末裔か。危険人物ってわけでもなさそうだが。どうやってここに来たのか教えてもらえないか。ん？俺は天城のワンダーを通ってここに来たんだ。天城ですって？どういうことです？ここは帝国の上空、広告からどれだけ離れてると思ってるんですか。落ち着け、ユドリラ。ワンダーとは本来、この世界のあちこちをつなぐ扉のようなものだ。信じがたいだろうが、他の場所にもワンダーが現れたとすれば、でたらめな話でもないぞ。そんなことが。扉か。とすると、この船に乗ったのは、君の意志ではないと。困ったな。聖団員でもない人間をいつまでも船に乗せておくわけにもいかん。かといって君を降ろすために帝国のど真ん中に着陸するわけにもいかん。ああ、それなら心配いらないさ。ワンダーが現れたんだ。どうせすぐ近くに意志の持ち主が。参ったな。この船には意志の持ち主はいないのか。これはしばらく世話になるかもしれんな。ちょっと、何勝手なこと。キャプテン、ワンダーがまた。ここはどこだ。風の音を聞く限り、ずいぶん高いところに来たみたいだ。しかも空の上に海。あれがミドルオーシャンか。俺以外にもあのワンダーから上がってくるやつがいたとはな。招かれざる客が二人も押しかけてくるとは、キャプテンも面倒なことになってしまったな。ちょっと、なんて面の皮が厚いの。あなたがそれを言える立場？帝国軍ではないようだし、ひとまず話を聞いてみないとな。やあ、俺はこの船のキャプテン、ルーターだ。空飛ぶ船とレジスタンスについて、にも一度くらいは耳にしたことがあるだろう。レジスタンス？何それ。それよりここは展開の真下みたいだけど、合ってる？展開？まさかワンダーからそこに戻れるのか。そっか、少しずつ上に来られてはいるのか。でもまた今回も意志が足りないみたいだな。やはりワンダーには意志を持つ者たちが群がるってわけか。この際だ、この船に乗せてもらってる分の働きくらいはしてやるか。キャプテン、こいつは俺が片付けてやるよ。短い間だったが、世話になったお返しだ。今回は特別にノーギャラで引き受けてやろう。意志の気配、やっぱりここにもいたんだ。あんたもあのレジスなんちゃらの一味か？悪いが違うんだな。俺は依頼を受けて動くだけ。どこにも属しちゃいない。風のように自由に生きる、それが俺のモットーさ。風ね。おいおい、
戦うのはいいけどよ、頼むから戦隊は傷つけないでくれよ。やれやれ、船が壊れなかっただけ何よりだ。キャプテン、本当にいいんですか？それより、あの大胆な銃と爆弾の扱いは。君、天界人だったんだ。それでワンダーを使って故郷に戻ろうと。故郷か。遠い昔の話さ。不本意ながら、だいぶ世話になってしまったな。幸い、思ったより早くここを出られそうだ。ワンダーがまた。どうやら彼の気配がワンダーをまた起動させたようだな。君、これから展開に向かうのか？展開ね。まだ依頼は終わってないから、そうなるな。君さえよければここに残って俺たちと一緒に戦ってくれないか？報酬は高くつくだろうが、君のような実力ある傭兵が加わってくるなら。キャプテン、我々の財政状況を分かってて言ってるんですか？あ、ルトミア、分かったから詰めるなよ。悪いな、すでに依頼を受けている。この依頼を無事に終えて戻ってこられたら考えてみよう。短い間だったら、世話になったら。行ってしまいましたね。ゆっくらせっと。去る人と風は止められないものさ。さあ、それより船に異常はないか調べるぞ。なかなか激しい戦いだったからな。何一つ変わっていないな。アラドで過ごした時間が夢だと言われても納得してしまいそうだ。ホバークラフトでミドルオーシャンの下に落ちた時は生きてこの地に戻れるなんて思いもしなかったがな。うん、特に怪しいところはない。よし、次。うん、あそこで検問をしているのはコートの兵士たちか。ここでザ・カンパニーの名をそのまま使うわけにはいかないだろう。あれから時が経ったとはいえ、ついちまった汚名はそう簡単に晴れやしない。ん？気のせいか。かすかだが、確かに意志の気配が。まさか、天界にも意志の持ち主が現れたのか。ビンゴ！故郷に戻った途端、こんなにも歓迎を受けるなんてな。それもこの天界の首都でアラド人からの手厚いおもてなしときたか。どうしてそれを。お前、天界人じゃないのか。アラドは心のふるさとみたいなものさ。
まおじさんにもいろいろ事情があるんだ。話すと長くなるから、それはまたの機会にな。で、あんたもここまで来たってことは、ターゲットは俺みたいな意志の持ち主なんだろ。よくわかっているじゃないか。つまり今から自分が倒される理由もちゃんと理解しているということでいいの？おや、早くも本性を表したか。俺は追いかけたい派なんだ。アプローチをしてくる相手には惹かれないタイプなんだよ。ここ数日で集めた情報によれば、どうやら天界にもワンダーが現れたって噂は間違いなさそうだな。おかげでコートの兵士たちに追われることもなく助かっているが、一番可能性が高いのはやはりゼルバってところか。黄昏の海にこんな場所があったとはね。地図を見る限りじゃ海上列車に乗るしかないようだな。しかし数日前に俺と似たような傭兵が退去して押し寄せたって情報が気になる。カルテルも解散した展開に傭兵とはまさか。この前までは頭の上にあったミドルオーシャンを今は海上列車で渡っているとは。人生何があるか分からんもんだ。何度も調べては見たが、列車の中から意志の気配は感じられん。このままゼルバ近くに到着するまで一休みか。何かが飛んでくる。何事だ。海賊どもの襲撃か。あれはドラゴンか。ほう、天界に竜族か。たまげた。バカる。おっと、本当にたまげるとはな。セイントホーンにいたあのふわふわした竜族とは異性からして違う。まあこれぞ歴史書に登場するような真の竜族の姿といったところか。意志を持つ者見つけたわ。お疲れ、アストラ。ねえ、そろそろこっちに来たら。どうせ君以外には興味ないし。畜生、さっき飲んだコーラのせいか。手の震えが止まらんぞ。落ち着け俺。相手は一階の意志の持ち主に過ぎん。
石も無事手に入れた。怪我人も出なかったようだな。これで一安心だ。旦那、ありがとうございます。英雄の旦那、空からいきなり現れた竜族をこんなにも華麗に倒されるとは。旦那は伝説のマイスターの子孫に間違いありません。おいおい待て、何か勘違いしてるようだが、俺はマイスターやらそんな大層な人たちとは何ら関係。このベル、たかだか海上列車を管理する程度のつまらない管理ですが、命を救っていただいたこのご恩、お返ししなければならないと存じております。どのようにお返ししたらよろしいでしょう。ならばゼルバってところにできる限り早く向かってもらいたいんだが。ゼルバですか。この列車はもうゼルバには行かないのです。つい先日ゼルバにワンダーとやらが現れて以降、全ての路線を変更しようという命令がありまして。道理で、あそこに向かう路線が全て断たれているわけだ。そこのワンダーへ行く道も封鎖されてしまっているんだろうか。ですが、この私を誰だと思いで。幼い頃から列車に育ち、誰よりも長く住んでいると自負しておりますボネカート家のベルンですよ。不意の路線をこっそり使えばいいのです。お任せあれ。おい、そんなに勝手なことしてもいいのか。まあいい、じゃあ近くまで頼む。旦那、そろそろですよ。ありがとうよ、助かった。ゼルバのワンダーか。まだ意志が足りんのか。これはこれまでの中でも一番でかい意志の気配だぞ。一人じゃない。まずいな、あれこれ仕組むのは性に合わないが、今回はそうも言ってはいられんだろう。近くから意志の気配が。よう、やっと来たか、ザ・カンパニーのお友達よ。遅かったな、待ちくたびれたぜ。お前は誰だ。俺たちを待ち伏せしてたのか。そう睨みつけるなって。年を取るとな、若い頃とは違ってちょっとビクッとするだけでちびりそうになるんだよ。この野郎、ふざけているのか。ビル、待て。ビル、行くな。地中に爆弾か。徹底しているな。こっちは一人だからな。同じ傭兵として悪く思わないでくれよ。何が望みだ。ここまでたどり着いたあんたならもう分かってるはずだろう。手下どもは放っておいて、こっちで一騎打ちを楽しもうじゃないか。私の足元にも爆弾が仕掛けてあるんだろう。さっさとそれを爆発させたらどうだ。ボス。何くだらないことを言っているんだ。意志はその程度じゃ折れないぞ。だったら遠慮なく行かせてもらう。今回の依頼は俺にとってもかなり重要なものでな。同じ傭兵として心苦しく思うが。構わない。ザ・カンパニーは
お前のように金で動くただの傭兵とは違うからな。ほう？見逃してやってくれ。こんな状況でも部下の心配か。安心しろ、最初からそんなものはない。なんだと、貴様。まんまと一杯食らったな。ビル、ブランド、下がれ。こいつもかつてザ・カンパニーの一員だったよ。気づいてたのか。どうやらお別れの時間みたいだな。おめでとうございます。最後まで折れることなく勝ち抜いたのですね。心から感銘を受けました。ここは？ここはこの世界の始まりに存在する全ての可能性と次元が集いし場所。あなたが調べてきたワンダーの内部です。ここがワンダーの中だと？なるほど。で、あんたがその依頼人か？ご挨拶が遅れました。私はネメルと申します。あなたのご活躍は私の期待以上でした。もっと手付金をお支払いしておくべきだったでしょうか。冗談だろう。あの手付金だけでも1年は遊んで暮らせるぞ。本心ですよ。さあ、いよいよ私の依頼も大詰めです。私にあなたの集めた意思を渡していただけますか？ああ、依頼書にそう書いていたな。もちろんだ。ところで、どうしてこんな依頼をしたんだ？どうも気になってな。意外ですね。どんな内容であろうと、引き受けた依頼の詮索はしない。それがあなたのポリシーでは？
冗談ですよ。言えないような話でもありませんから。ひとまずその意思を私に渡していただけますか。石が少し残っているじゃない。ああ、その小さな石の種はもともとあなたのもの。あえて奪うまでもないわ。頑張ってくれたほんのお礼よ。とにかくあなたには大変感謝しています。これほどの石ならばあの方を呼ぶに不足はないでしょう。あの方、おい、何を企んでる。企む？私は対価を支払い、あなたは依頼を遂行した。それだけです。私がお答えにならない。まさか私があの方の意志に逆らうなど。私を呼んだのはそなたか。なるほど。そなたが手にし、そして代弁しているその小さな意志はこの次元ザ・ゲートの意志。あなたのプレインの中でこのザ・ゲートに存続する価値があるのかどうか、そなたの意志を持って試すとしよう。ザ・レーザー・バリューション・リンフォーサー・チャレンジャー、ラウンド1、ファイト！ファイト！人間ごときはどうやってあの方の意志を。メメ、そなたはこのザ・ゲートに深入りしすぎた。どうして。いえ、全てはあの方のおぼしめすままに。あふれんばかりの知恵がそなたを盲目にしてしまったようだ。意志を持つ者たちの運命は彼ら自身の手中にあるのだ。
そなたの意志を覚えておこう。キンキンに冷えたビールが恋しいな。あの依頼人には悪いが、これで依頼は終わりってことでいいんだよな。